岸博之内閣官房参与に任命。日本政府が9日付で慶応技術大学大学院の岸博之教授を内閣官房参与に任命したことが明らかになりました。加藤官房長官は記者会見にて、幅広い行政経験を積んでおられるほか、様々なポストも経験し、各種メディアでも活躍されている。そうした経験や、 専門的知見を生かし、適地、菅総理大臣に情報提供や助言をいただくことを期待していると説明しておりますが、この岸教授、高橋教授の、え高橋陽一教授の後任だと見られておりますけれども、まあ、このような内閣官房債務という形で政府の一員となりますと、 おかしな野党やマスコミ、また左翼の皆様の、なんと言えばいいんでしょうか、監視のようなものにさらされることになりますので、岸教授には言動などについては気をつけていただき、内閣官房参与として、国民のためだけに、日本のためだけに働いていただくよう、 お願いいたします以上になりますご清聴いただきありがとうございました